MMT で信じよ週刊クライテリオン藤井さとしのアルガマ,マラジオこの番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です こんばんは京都大学の藤井聡史です。こんばんはアシスタントの吉田直です。今日はまたね京都大学准教授表現者クライテリオン編集員の柴山慶太先生にまたお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はねあの柴山さんどんな話しましょうということでねあの MMT で信じないよというタイトルですけれども。はい。MMT ってなんですか。そうですよね。なんかよくわからないですよね。なんだろうと。日本語の訳では現代貨幣理論。 ってなってますけど、ね、どんなことイメージします？うん、現代化平理論っていうと。<laughs> えー なんかお金のことなんかなっていうのは思いますけどしかも現代的な現代的なね現代的なお金の理論いやまあまあ基本的にそういうことなんですけどまあこれ今すごい大変な話題になっていてちょうどアメリカで新しい政治の流れが生まれつつありましてね29歳かなの若い女性でアレクサンドラ・オカシオ・コルテスっていうこれ昨年アメリカで議会選挙があって当選してで全く無名でま大誰か出たんだけどその後はウェイトレスみたいな子だったんです とかね、でてて29歳そうまだ若いで。史上最年少議員ですよね、うん、そうですね。で、これ、アメリカはやっぱり今の政治の流れっていうのが、どうしてもこう、緊縮というか、うん、まあ特に共和党っていう今の与党は、まあ、トランプはちょっと違うんですけど、うん、大きな流れで、その福祉とかをですね、オバマの頃までは結構やろうって話だったんだけど、やっぱなくなってきちゃっていて、まあ、それこそアメリカって、医療とか日本と違って大変なんですよね。 公的な保険制度がないから、本当、保険入ってないと、子供病気になってもかからずに死ぬとかって結構あるんですよ。うはい、そういう、もっとこれ人権問題だろっていう。うで、岡うですとかは、なんで政府がやらないんだと。<laughs> やっぱ国民の生活を支えていいじゃないかっていう。で、そういうことをやってるうちに、だんだんこう、新しい経済理論ですね。これ、MMT っていうのは、まあ、財政をもっと拡張できますよっていう、こういう理論だったんですが。モダンマネタリーセオリー、うん、現代家庭理論。 これどういう話かっていうと、うんはい、財政っていうよりもねこういう話なんですよあの今ね経済政策って普通金融政策と財政政策ってありますよね、はい、お金を貸すっていう政策が金融政策、うん、財政政策はお金を使うっていう政策使うというかお金をまあ簡単に言うと金融政策って日銀とか中央銀行が全体のお金の利用をコントロールするマネーの世界ね、はい、で,でこっちの財政の方は税金を 税率上げたりされたり使ったりする、うん、これ議会とか行政議会がやるって選択ですね、うん、財政っていうんですねでやってるんです、うん、で例えば今あの日本でやってる量的緩和っていうのは日銀がめちゃめちゃに金をなす。でも財政の方は 緊縮じゃないですか。ああ、そうですね。これチグハグでしょ。違、ね、で、それをその MMT っては統合で考えようっていう話なんですよね。っどっちもマネーですから。うんね、どっちもお金の出し入れの話でしょ。で、これ一体化させて考えましょうと。うん、財政出動すると、だってお金も増えるわけですよね。公共事業発注すればね。うんうん、で、それ全体としてのそのマネーの働きを新しいですね、貨幣理論なんですけど、新しい見方のもとにまあ統合して考えちゃおうってこういうことなんですよね。うんうん、そうなんです。 今日はこの MMT に基づいて新しい時代を作っていく方、はい、まあそんなことを考えたいな、はい、ということですまず触りで MMT んとなく分かっていただけましたですかねなんとなくはい分かりました、はい、よりここからもコマーシャルの後具体的に話を進めたいと思います、はい、詳しくよろしくお願いします聞けば今の日本がよく分かる30分午後10時までお付き合いください <music> この番組は 日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社国交観光バス株式会社の提供でお送りします高校受験の試験会場に向かう途中タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕大慌てになる僕に大丈夫です落ち着いてお任せください そう言ってハンドルを握りしめ自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さんあの時の運転手さんのこと一生忘れません背中に思いやり日本タクシー株式会社毎度バースです 毎日大阪の街をぐる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 お客様乗せて走ってるんですけど大阪はほんまええとこですなあ都会のビルの合間に見える川や海水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわねえ運転手さん今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い北港観光バス 週刊クラライテリアン藤井聡のアルガママラジオ今日のテーマは MMT で新時代を、うん、まあそのオカシオ・コルテスさんって29歳のねあの女の子いたらおられますけども若い女性が国会議員になられてうん、うん、彼女がこの MMT で政府の活動を活性化していかなあかん、はい、ということを言ってで今ちょっとあのトランプブームってあったじゃないですか。はい、あれに似たような現象が おかしをコルテス現象として怒ってるんですよ、アメリカで。えー、日本であんまり報道されてないんですけども、まあ、ちょこちょこ新聞で出てますけど、結構ね、なんかブームになってるんですよ、うん、29歳の女の子が、なんか今まで言ってた話と、もう天動説から地動説に変わるような、もう全然違う、もうお金をガンガン使っても大丈夫なんだっていう理論で、それに対して、有名な経済学者が、そんな MMT おかしい。 って言って、なんか潰されそうになったんですけど、果敢にこのケルトンって、またこれね、女性、ね。女性の学者さんがいるんですけど、はいはい、何言ってんのあんたたち、MMT は正しいのよって言って、うん、もうボッコボコに論破してってるんですよ。<ー>で、アメリカの中でこの MMT ブーム、お菓子をコルテスブームとともに起き上がって、今、はい、大論争になってるんですよ。うん、やっぱ女性の、女性に多いですね、<laughs> これ。そうそうそう, <laughs> そうそうそう。で、それが今日本にも輸入。 されつつあって、で、うちでも、あの、島山さんと一緒にやってるレジリエンス実践ユニットっていう教団研究グループがあるんですけど、そこでも MMT の勉強会を、はいまあ、やったりとか、うん、我々の仲間の中野さんとか、あと、うん、うちの特任教授をやっていただいた青木康樹先生とかが、うん、そういういろんな講演をしたりとか、うん、で、まあ、新聞なんかで取材を受けたりとか、で、僕も今 MMT の本、 MNT の真実っていう名前で本を書いてますあ、そうなんですね、はい、ゴールデンウィーク中なんとか頑張って書いたりとかまあそういうのでまあ今日本でもかなり話題になりつつあるうそういう,ようなもんなんですねう 経済学の多くの偉い先生方はこれおかしいおかしいってみんな言ってるんですよ。日本でもそうですしアメリカでもそうなんですけど、まあ、そもそもね発想がね今の経済学の流れとは違うところから出てきてるみたいなところがあってちょっとねさかのると1930年代に全世界的に大恐慌ってあったじゃないですか。うん であのあと銀行をどんどん倒産して失業率も上がってで結局政府しか救えないので、まあ、政府がこう財政を拡張したり、まあ、いろんなことやって危機を乗り越えていくでその後戦後はですね政府がものすごい活動するっていうのは例外的な事態だったんでやっぱりそ政府の活動よりも,もっと民間の経済のなんか仕組みっていうのは重要なんじゃないかってこういう話になったんですよね。 だけどアメリカではやっぱりあの大恐慌のトラウマをずっと忘れない人たちっていのはいたんですよ、はいはい、ミンスキーっていうね経済学者がいてこの人は何で大恐慌起こったんだろうってことをずっと考え続けて、はい、でアメリカだんだんもう大恐慌の傷癒えてきますから、まあ、まあそういうの忘れていくんだけど、はい、もうミンスキーさんだけはもう永遠に考え続けて、はい、まあ資本主義ってなんかこう銀行がお金貸しすぎて急にこう膨らんでバブル起こしたりで減ってきたりこうなんでこういうこと起こるんだろうっていう、はい、まあそういうお金の動きって言いますか信用と言いますかね、はい、まさに銀行が起こるう銀行が お金をこの活動が資本主義の核にあるんだっていうあんまりこう主流の経済学やらないことをずっとやり続けてでその系統の弟子たちが徐々にモダンマネタリーセオリーとを作り上げていって、うん、なのでこうなんていうか進化の過程でいうとだいぶ前に分かれちゃったこうので今の現代経済学っていうのはああそう、ね、もうその70年前に分かれた違うルートの経済学なんで、はいまあ、そもそも対話が整理しないんですよね今の経済学の先生方と。 で、あの、この MMT は、その、えっ、ー、と、ミンスキーの弟子のレイっていう人がいて、彼がすごくやってるんですよ。で、そのミンスキーっていうのは、まあ、ケインズの影響もすごくあって、主流派から分かれたところなんですよ。で、ところが重要なのは、主流派は学会で活動して、現実の世界の問題はあんまり考えなかったんですよ。一方で、レイだとか、まあ、今のミッチェルだとか、ケルトンとか、あるいは、あの、ミンスキーとかっていう人たちは、 先ほど島山さんがおっしゃったに、なんでこんなことになってしもたんやっていうことをずっと考えたので、本当に現代の可変システムがどうなってるかをベースに考えると、全部 説明でできるとといいいうことに気がついていくわけですよ、うん、経済は鍵室で動いてるんじゃないと、うん、現場で動いてるんだと<ー>だから現場主義者たちなんですよ。うん、でこのイフはケインズっていう人がその草分け的なところにいるんですけれど、うんうん、彼はやっぱり大恐慌を救った理論を作った人なんですよ。うんうん かもうそのケインズ派と非ケインズ派ですごい闘争があって、うん、今たまたまケインズ派の数が少ないだけで。ケインズ派も二つに分かれちゃって、あまあ、そう主流派の方のケインズーと入金じゃん入金そんなそあるんですけど、<laughs> これが復活してるのはやっぱり世界がね、ちょっと1930年代に近づきつつあるからなんですよ。うん、そう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 、えーで。で、要するに国家というか国がいろんな仕事しないと、ちょっと経済どうにもならないんじゃないのっていう時代になりつつあるんですよね。というのは例えばね、 今、あの、英語圏というか向こうの方ではジャパニフィケーションって言葉が流行っていて、で、アメリカとかヨーロッパも、やっぱ10年前に大きなこうリーマンショックってあったじゃないですか。で、その後やっぱ経済の調子良くないんですよね。特にヨーロッパものすごい良くなくて、日本のバブル崩壊後とほんとそっくりで、 で、ヨーロッパ、あの、日本と同じで、あんまり財政とかやっちゃいけないって空気になんなんで、ユーロを守るために。どん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 経済おかしくなって、そうこうしてるし、あちこちでもういーに対する反乱起こっちゃってますよね。ああ、そうですね。これどうすんねんってなってる。で、アメリカは、まあ、トランプが、まあ、すごくこう、財政を刺激して、一気うまくいってるんだけど、どうもね、次の危機は近いんですよね。そうですね。膨らんでますからね。ミンスキーモーメントってやつ。そうですね。ミンスキーが予言するバブル崩壊のタイミングが刻一刻と近づいてる。で、アメリカってね、簡単に言うと、前回2008年バブル崩壊してね、その後、お金すごいまい だからもう一発ちょっと軽いバブルが来てるみたいな感じなんですよねあ今ですかそうです例えるならばお酒飲み過ぎて二日酔いになったって無解酒飲んでる状態なんでおおちょっと機嫌そうそうそう、うん、やっぱりどっかでやっぱ体調不良がう破綻しますよね,ねそうするとやはり昔のこう世界恐慌ね、まあそこまでひどくならないと思いますけども、うん 違うですねやり方をしなきゃいけないとなってくるとうん、うん、今日本でもさっき言った中央銀行がね日銀とか向こうの FRB がお金をこうまくっていうやり方でやってましたけどやっぱりもっと統合政府で考えて、うん、金融財政を一体化させて、うん、これでも徹底的にその社会の体質改善と言いますかねうん、うん もうその仕組みを変えるぞってこういう風な流れに多分なってくんじゃないかと思うんですよね。あのマクロンに対する黄色いベスト運動なんていうのはもう MMT 的な流れだし、でトランプも180兆円だったんですかね。あの公共投資をやるって言ったのこれ MMT 的なものですね。あとコルテスと対立してるけどどっちも同じなこと言ってる同じことですね。そうやって一緒にやった方がまあ多分そうなるんじゃないですかこれからその次の大統領選ぐらいでもうその近いもちろんあの上場と下がってのはいろんな他の面でいろいろ対するんだけどことき 経済に関しては、もう政府の力使うしかないわってなってくるし、何よりもね、多分中国も同じことやるんですよ。米中のあの貿易戦争で中国も苦しくなるんで、多分政府がかなり率先して景気の抵抗ぼれ、だこれから多分2020年代はですね、もう政府がいかに率先して経済の下支えをするかで民間の経済を底上げしていくかっていうこう競争に入るんですよね。なのに日本はですね、増税するとかですね、政府の規模を小さくする方向にばっかりまあ行って、まだこう平成のこの の亡霊のですねここ逃れられないっていうねまあアメリカのケルトンさんは日本がいい例じゃないかと財政赤字増えても別に何ともないじゃん MMT を証明してる国が日本だと、うん ね、MMT の議論はね結論だけ言うと、財政赤字がの量はあんまり関係ないって話なんですよ。でそれよりもインフレで見た方がいいよ。で、うん、財政赤字って何が問題かっていうと、うん、財政赤字がなりすぎると、インフレが起こっちゃうと困るねういう,こう話なんですね。うん、これはまあ周辺は経済学長が認めてるんですけど、でも日本全然起きてないじゃないですか、全くね。ももね下がってるわけですからよくねギリシャどうなんだろうけど、ギリシャはあのすごいインフレっていうか、ものすごい金利が上昇したりとかして、はい、借り換えできなくなっちゃったんですね。 でできればいいわけですよね、うん、で金利がものすごい低い状態においては借り換えなんかいくらでもできるんで,、うん、で日本を見たら全然金利上がってないところがめちゃめちゃ下がってるじゃんっていうもちろん中央銀行の政策もあるんですけどね。うんうんうん でそれで見ると借金の量がいくらかっていうことそのものを問題にするんじゃなくてでその金利のコントロールとかそういうのをしっかりやるべきだってこういう考え方なんですよねだからね僕最近説明の仕方でねあの今の財政規律ってプライマリーバランスって言って借金の量をこれぐらい以下にしましょうみたいな話でやってるんですけどこれは日本の財政規律なんですけどそうじゃなくてお金をたくさん使うとインフレ率が高くなります お金使わないとインフレ率低くなります。だから、インフレ率が2%から4%ぐらいの間に収まるように、財政の規模を調整するという、新しい財政規律を提案しているのが MMT なんですよと、うんうん。はいはいはい。だから、単なる借金の量だけを、規律の基準に、クライテリオンにするんじゃなくて、支出のクライテリオンは、インフレ率ですよ。 こうねその財政の基準を変える理論なんですよ、ね。すよね、これ実はすごい大事なこと言っていて、うん、この日本って230年間ずっと借金の量が多すぎる、うん、多すぎるって話だったんですよ。よ、うん、そうじゃなくってインフレ率っていうのが低ければ問題ないでしょっていうその、うん、基準を変えるとものの見方ってものいろんなものがすっごい勢いに変わってくるんですよね。うん、まさに天動説から。 自動説っていうね、この MMT の重要なポイントは、今までの規律っていうのは上限規律しかなかったんですけど、出さなさすぎるのもあかんぞ、規律もあるわけですようこう、加減規律もあるんですよね、だから政府のお金は、今までやったら70兆円以上増えたらあかんとかの話でしたけど、今は70兆円から90兆円の間で出さなあかんっていう、例えば、50兆から70兆円の間で出さなあかんとかってこう、下の基準も言ってるところが MMT の。 ポイントなんですよねちゃんと使ってくださいねっいすぎもあかんけどケチすぎんでもあきまへんでっていう加減と上限がどっちもあるっていうのがねーこれ MMT の重要なポイントなんですよね。 あとは、だから、その財政の出動をどのタイミングでやめるかっていう議論になるんですね。むしろね、この議論は何が違うかっていうと、財政出動するのは当たり前なんです問題はどの基準まで比べやめるかっていうことにこの議論を移らなきゃいけなくて、話を整理すると、今までは借金が増えすぎちゃいけない借金上限かけようかけようと話したってことこれからは、そうじゃなくて、名目 GDP、インフレでもいいんですけど、それは4%に行くぐらいまでは財政出動しても大丈夫だと考えようと。で、問題はだから、あと引くのどうするかってことですよね。 どんどん拡張するとやっぱりこうお金っていうのはこう使っていくと、まあ、例えば政府でも教育にお金使っていて足りなくなったから減らすとかってちょっと大変じゃないですかそこの減らす時の議論をどういうふうにするかってここは結構大事で新しいその規律って言いますかそのインフレに対応した時にどういうふうに考えるかってこれは考える必要があるんですけどでもね今日本それ以前の問題で <laughs> そのまずそのパラダイムっていうのかなこう考え方をまず転換しなきゃいけないっていうねであとはねだから何に使うかってことこれか議論しなきゃいけないんですよ。うん で、まあ、日本はこれまでちょこ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 ね、お金を使ったりとかしてきたんだけど、やっぱりまだ相当な額政府のお金が使えようとなってきたときに、何から行こうかっていうことですよね。まず医療とか福祉とかね、うん、かこれまで散々もう医療もお金が続かないとかね、年金もう終わりとか言われたんで、やっぱ福祉に関してはね、相当に政府がもう大丈夫ですよと。 いう,ふうな安心をね与えるってもちろん重要だしそれからやっぱり地方はねどんどん人もお金もいなくなっていてインフラも整備されないという状況ですからやっぱりそこは政府がちゃんとインフラに含めてね都市のまちづくりとかのそういうまあ基盤をですね整備するとかまあこういうことは絶対必要ですよね。やっぱりり例えば宇多田さんのの真夏通雨で描かれてるような、んえー 日本,日本の風景あれ素晴らしいんですってね僕え、ええ、見てたことないんですけどああそうですかたまたまこうミュージックビデオ見たらですねうん、うん、日本のなんか自然とか、うん、それから子供たちがこう花火で遊んでる風景とか<ー>すごい綺麗なんですよね、うん、でそれをですねちょっと紹介しようかなと思いまして、はい、じゃあぜひ紹介お願いしますはいのの真夏の通り雨週刊クライテリオン』 藤井聡のアルガママラジオ荷物を運ぶそれは単に荷物を運ぶことだけではないその荷物に込められた送り手の心を届けること大阪に生まれ関西一円そして全国へこれからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて 人と人を心で結ぶ総合物流企業大阪運輸倉庫株式会社大阪駅ままでお願いします今日からタクシードライバーになりましたお客様が初めてのお客さんですそう言って会話が続くタクシーの中目的地到着お客様の元気な声で何かいい日になりそうですありがとうございますこちらこそ頑張ってください 乗ららせてもらってもっよろしいですか夢や希望も一緒に走っています日本タクシー株式会社宇多田ひかるさんで「真夏の通り雨」お届けしましたいや今 YouTube でねネットでミュージックビデオ見ましたけど素晴らしいですねこれあのまあ歌詞そのものは多分夜中にね、うん、雨の音で起きて。 お母さんなのかな何かこう、自分の子供の頃のお母さんにえたところの頃の記憶をものすごく思い出した。で、この映像そのものは、日本のそういう野山の風景とか、それから子供たちが花火で遊んでる風景とか、うん、漁師さんが漁をしてる風景とか、うん、原風景みたいなものを何か映像にしてるっていう感じなんですよ。うん、すごく美しく撮ってるんですけど、お母さんって要するにもっと拡大していくと、 一人の女性じゃなくてその向こうにいる何かこうまさにこう自然としか言えない何かってあるんですよね。ふるさとふるさとのようなものをね、うん、でそういうものを思い出すってなんか人間ありますよね、うん、今日も例えば MMT の話したりねあるいはこの番組もやらせてもらってるわけじゃないですか、まあ、ある種モチベーションがあって千葉さんも僕もこの喋ったり MMT の勉強したりしてるわけじゃないですかなんでかっていうと。うん そうういものを守りたいからそれ守りたいと思わへんかったら僕も全然違うことやってますわいやそうなんですよだから喋ったら守ることにつながるじゃないですかそうですね皆さんに知ってもらってそう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 なうそ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 ううそ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 本そう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 そとそうそうそう 理屈みたいな喋ったりしてますけど本当は何が一番大事なのかっていうとね我々が多分その前の世代そののの前前世代からずっと受け継いできた日本人の生活ですよねそれをしっかり守りたいっていうことですよね、うん、暮らしを守るっていうのが政治の中心にあったんだけど平成の時代はねなんかちょっとそれが抜けちゃったんですよね、うん、機械的な無機質なものを重視するようなでも無機質なものも当然必要なんですけど近代社会だからでもそれは何のためかっていうと本当に守らないといけない ふるさとの風景だとかお母さんだとかお祭りだとか歌だとか、うん、そういうものを守るために まあそういうい無機質なものを使わないといけない時も使うだけでうこう思ってる人がどれぐらい,いますかね学生そうですかねなかなかやっぱり難しいのはこう都市の時代になってくると、うん、そういう日本人の原風景ってだんだんなくなってくるのかなっていうね、うん、感じがあって、うんね、ちょっと前まではだから田舎から出て都市にいて都会で大学で勉強して、うん、でも子供の頃は野山のね,そねその遊んだ風景、はい、花火でみんな遊んだなとかそういうのあるかもしれないだけど、まあ、僕も東京出身だから分かりますけど東京ど真ん中で しかも親も下手したらおじいさん、おばあさんも東京の都会で生まれた、うん、こういう人がどんどん増えてるんで、うん、まあそういう人たちがインテリになったり、あるいは官僚になったりすると、ですね、うん、ちょっと歪むかなっていうのは知らないんですもんね,、うんねうん、知らないいと思いますね。うん 江戸時代に小生空井っていうね、うん、有名なその学者がいて、ね、日本の歴史上一番立派な政治学者の一人なんだけど、ねね、実はこの人江戸時代に同じこと言ってて、はい、普に武士、<ー>今のエリートたちは、<ー>地方から切り離されちゃったと。全然そのなんかお金の話しか関心がなくて、 農民がどうやって生きてるかとか、人々はどう生活するかみんな知らんと、だから全員地方に行って強制的に農業生ってこと言ったりとかて <laughs> <ー>、<laughs> それがちょっといけへんねやったらまずは宇多田ヒカルの真夏の通り雨のプロモーションビデオだけでも読んでください、見てください。週刊クライテリアン、藤井聡子のアルガママラジオ、KBS 京都からお送りしています。この街の日常を守るため、私たちは。 走り続けます送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります正義のヒーローのような派手さはないけれど当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続けるそれが私たちの誇りです私たちは北高観光バスですさあここでラストの問題 大阪運輸倉庫って何の会社大きな荷物をいっぱい運んでくれる大きな荷物をいっぱい保管してくれる人と人を心で結ぶ総合物流企業大阪運輸倉庫株式会社またねメールたくさん頂い,いてますけども。はいうん えー、宇治市の藤門さん。宇治藤門さんはゴールデンウィーク中はずっと休みだったので、はい、YouTube でまとめて昔のものを聞いていました。10本以上は聞きましたが、うん、内容が面白く、興味深く、時間を忘れて見ていたので、全然疲れなかったです、と。ありがとうございます。はい、ぜひね、あのー、今初めて聞かれてる方も、YouTube で、表現者クライテリオンというホームページ検索すれば、もう過去のやつが全部載ってますから。はい。 こうリスト見ながらこれ聞いてみようかなとク,クリックリっとこうやるなはい、うん、よろしくお願いします、はい、えまた番組では藤井編集長への質問やご意見もお待ちしておりますメールアドレスは藤井アットマーク kbs.kyo とですよろしくお願いしますはい柴山さんね二回連続お越しいただいてありがとうございました やっぱこの令和に向けてどうやっていくかっていうのがまあ、とにかく最初の数年以内に世界経済の大きな危機来るかなと、これね、言語変わるためにはあるんですよ、大正はね、すぐに第一次大戦が始まって、昭和いきなり世界恐慌で、平成バブル崩壊で、大体なんか大きなことっていうのはね、言語の変え目に起こることが多くて、今回は不思議なもんで、でも逆に言うと、それが起こることで何か変わるんですよね、時代が変わっていくんです。ななのので世界経済が今米中貿易戦争んか あったり、まあ、アメリカのまあ景気後退なんか多分近く起こるんで、まあ、大変なことになると思うけどでも逆に言うとそれは古い時代と新しい時代のこう大きな切断を起こすって言いますかね,そうですね新時代に合わせてその国家の政治や経済の方針を大きく見直すチャンスが来るんでそこに向けて準備をですね今から始めた方がいいんじゃないかと、ね、あ次の危機の対応を間違えたらもう終わりじゃないですか <laughs> <う>なんとかその時のためにこの令和発作を全然<え>我々議論して残ってないです方を 長期的なな展望のもと考えていいかそそうですねしたくさんの方々にこういう運動といいますかね新しい時代に向けた国づくりに協力参加いただきたいなと思いますぜひこのラジオも拡散していただきたいですね YouTube なんかも通してお願いしますそれでは藤井編集長今週もありがとうございましたうありがとございましたお越しくださいまたお越しくださいまた来週月曜午後9時半までさよなら 〈この番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北交観光バス株式会社の提供でお送りしました〉